ならわかるの。うちに花粉は持ち込まないで、あなたの持ち込む花粉で辛い思いはしたくない。私は重度の花粉アレルギー。症状が出たらほんと厄介よ。目は痒くてしょうがないし、鼻水涙も止まらない。気持ちもずーんと落ち込んじゃって、当然あなたの世話はしちゃいられない。できることなら花粉はつけないで。せめてうちには持ち込まないで。最近残業増えたね、服気にしだしたね。携帯鳴ってるわよ、なんで出ないの。目が合ってないわよ、お金減り早くない。ねえねえ、話の辻褄全然合ってないわよ。外に忘れ物したら取りに行ってあげるわ、その場所を教えてよ。私は柔道の花粉アレルギー。何度言ったらわかるの。うちに花粉は持ち込まないで、あなたの持ち込む花粉で辛い思いはしたくない。私は柔道の花粉アレルギー。私は花粉アレルギー、案外デリケートなの。あたしは花粉アレルギー、二度と花粉はつけないで。ありがとうございます。